これが今回買った菊池タオルの300問目、これがタオル研究所の480問目。暑すぎるよね。これホテル仕様だから。でこれがアマゾンで買った業務用の210文目のね、薄いタオル。これダメだと失敗だったね。やっぱりタオルはね、美容室とかのタオルは300文目。これがちょうどいいね、首に巻くのにね。これだと暑すぎちゃうから。まあ長持ちはしそうだけど、ちょっと髪の毛拭くの、耳の中拭くのもやりづらいし、首に巻いた時も厚ぼったくなっちゃうし、やっぱりこのくらいがちょうどいいね。
毎年このお茶ね、100g ぐらいで1000円くらいのね、いいお茶なんだけどね、金粉とかさ、金粉入りみたいなね。昆布、梅干しが入ってる、梅干し。